はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。本日はクラッシュブラスターネオ。あら、はい、また出た。世界初、うん、世界初ですよ。映像が出るのが、これを使う人も。いや違う違う、全然全然見たことありますか、これを使ってる人。いやあるはず。確かにどれって言われたら出ないけど世界初なんじゃないですか、これは。何、クラブラを使っていくわけですか今日は。なんか、はい、あったからちょっと持ってみました。何なんですか。一回動画上げたんですよ。2ヶ月前ぐらいかな。やりましたね、結構前だけど、うん、ちょっと前に、うん、まあでも楽しかった記憶はあるんだよね、はい、うん。なんかその嫌悪感はね、うん、湧かないんだよね、うん、やっぱり倒す瞬間とかは楽しいし、うん、なんだけどやっぱそのいい思い出だけ残ってる可能性あるから。そうなんだよね、思い出ってそうなんだよね辛いことって忘れるんだよね。まあ、忘れないと辛くてね、やっぱ、生きていけなくなっちゃうというからね。うん、だから今回、見てみて、どれぐらい忘れてるのかも確認しつつ。うん、そうですね。じゃあ、やっていきましょうか。はい。はい、デボン。はい。さあ、デボン海洋博物館やぐら、うん。こちらの方で、クラブ、あ、ブラブラ。相手は、おぉ、1ブラ。そして、3ミサイル。あ、いや、4ミサイルです、相手。これは、まずいよ。こっちは3ミサイル。さあ、クラブラの動き。あー、届かんのかい。さあ、でも、からですよ。で、ナイスだ。一人引いたか。うん、これはちゃんと引かせてミサイルで。さあ、ミサイルね、ミサイル返す。あーっと、一発ナイスさあ、いよあら、パーマル。あー、しいいですよ、取れるかな。ナイスリードですよ。ナイスかも。見てたね。さあ、こっから。正面にカーリング。カーリングセンスが通ります。シュシュ、これ。いやあ、横から持っているのを。さあ、これは、一旦下がります。いいですよ、でも。スペゲンつけてるから。だいぶ。うわ、ミサイルやば。ナイス、飛べたのでかい。いいね。今の直逆だったら3発目で直ですから。さあ、でもこれはかなり防衛はいい感じですよ。このミサイル刺さるわ。うっ、さあ合わせてバブルがありますね。いいですね。嫌なダメージ与えますね、この武器。あ、危ない。さあ、これ、しっかり後ろ見てあげて。正面上。ミサイル邪魔にならないように。おーっと、でも。いいね、やっぱ4発当てればいいで。ガーン、ナイスナイス。ちょ、待って、さあ、このミサイル。おっとっとっと、左奥は。なあ、2落ちなら怖くないですね、その。うわあ、難しいな。まあでも、打ち方合ってると思うけどね。なんかもうその、そのばらまく感じの打ち方で。さあ、ここは、ちゃんと生き残って。無理。どう？ナイス。ナイスだが。さあ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 。あ、そういうの。
そのビチョビチョのやつやるのやっぱクラブラ強そうだね。ミサイル入れたいけど。たまんねえんだよな。そう、その。マジでたまんねえ、これ。ちょっとしたね、塗りでためるのはマジできつい。さあ、右側はケアナイス。おー、いいよ。うわ、危ねえ。ナイス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 。さあ、あと35秒。うん、降りてきた。そこにいたのか。これミサイル貯めたいんだけど、たまんねえんだよ、マジで。わかりますよ。ここミサイル絶対貯めたいですね。下手したら死ぬんだよ。食べてる間に、うん、さあ相手はミサイル総動員ですが、最後このあーあーナイスですね。弱いだろ。いやいや、いいいいシーンありましたよ、いっぱい相打ちなのよ全部。テンテンテンバーンってね。やっぱ4発待ってくれる人いないから、うん、X に。そうなんだよな。いやでもよく勝ちましたこれ、はい、ナイスです。アイデボン、あいあこれはねチェックしていきたいね、どんな強みがあるのか。はい、あ、なるほど、相手方にはロング、ロンネクとかな、ちょっと似たようなもできるしな、食いごとペンペン。ロング降りた、降りましたね。あ、あら、うわら、なんかすごい暴れてる。あ、ミサイル。えっとね、相手ミサイル2枚。そうね。お。あ、やってるやってる。いいよ。あー、ゼンマイですね。ナイスですよ。いい関門突破、ナイスリード、ナイス、いいですね。さあこれはなかなかいい進みができそう。さあここでミサイルがもちろん欲しい。ナイス、いいよいいよ、ロンブラの位置のみ、あ、見えてるね。これ乗ってもらって、あー、いいよ、うん、あー、惜しい、あー、乗ってて惜しかった、いやー、乗ってて惜しかったかな、あー、関門突破が先かね、無理だったかな、どうだろう。まあ、もしかしたら押し出されてる可能性あるね。もう、乗れないから、ね、関門行けなかった、ね、そうですね。このいや、これ白乗ってなかったさあ、やっぱね、ミサイルから逃げるのもそれ下手だよな、クラブラは。意外とちゃんと濡れてないからね、その、あの、メインで撃ったとこ。足元とか。はい、いいですよ。逃がさないよと。あー、お、降りてきた。お、ナイス！でか。クラブラのあの地面打った時の、あの爆風のダメージってどれぐらいなんだろう。そんな入ってなさそうだけどね。うん。ねそのレベルのような気する。うん、じゃないと強いもんな、逆に。うん、20とかで。20じゃん、今。ねえ。自宅いるか。うー、うん、なるほど。真上から落っこってきた。あー、これミサイル撃ったのミスだね。止めるタイミングしたかったね。あー、これ今ミサイル撃ったのやばいね。さあですが、あ、でけえそのキル、嬉しい、危ない、
いいよ、匂っしょ。うわ、でかい。あー、あ、どうしよう、どうしよう。素晴らしい、最初の人だけ。でかいですよ。あ、右側に塗りが見えてる。さあ、これはね、あ、におち、あら、でも、あ、でもお互いにおち、左入って、あ、もうガッツリ引く、ナイスですよ。いい速さだよ、この飛びが。いいね、やっぱミサイルは頼もしいや。撃つだけで相手の、おい、居場所が、あ、あ、うーし、あー、おー、ナイス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 、直直入ったら痛い、強いね、やっぱり上潜伏してんだけど、それ直だけなのかな。あー、ナイス様、いいよ、でも前でガンガンやってるよ。で、この人もバレてるよ。さあ、たまるんでしょうか。ミサイルは絶対撃ちたいね。うん。時間内にはたまりそうだけど。プレッサーの方よりも幾分かマシな感じするな、こうやって見ると。ここ行け。あ、いいですよ。あとはもうここ入れない。ここ入れない結構大事。あ、この上ね。うん。どうですか、OK。さあ。からおろ、いいカーリング入ってるじゃない。はい、このね、あ、クラブラ、こっから地獄ですよ。はい、こっから地獄です。あこっからは地獄なんですね。いや、でも弱いな。弱い、まだ弱い。でも弱い。いや、武器がね、分かってるよ、分かってるよ、戦い方はあるけど、やっぱり他のブラスターに比べたら、やっぱ一角じゃないからね。よく二角ってやばい。ごまかしてるよな、なんかいろいろ。まあ、ナイスそうです。はい、酢飯。はい。行きましょうか。さあ、酢飯の方。おーおーおー、いいよ。乗ってんじゃん。あら、来ましたよ。相手にブラスターいない編成。まずいね。これがごまかし効くのかというところですね。単純に濡れないという。ああ、みんないた。死んでますよ。早速味方が。あそこに、そのまま向かっていった人。ナイスだけど、ボムでやるしたら。はぁ。いいよ、行ってくれて。ああ、もう、真ん中入ってる。これ。惜しい。いや、だって、ああ。まあでもやられてないから、まだまだ下かい。いいよ、ナイス直だよ。うわっ、OK、 ナイス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 、止まってくれれば、止まってくれるなら全然、うん、OK、 止まるなら大丈夫。あー、止まんねえか、ちょうだい、まだ行くか。いや、まだこれは、あー、止まらんか、止まらんな。あー、あー、でもやった、やりましたけど。さあ、ここはやられた、いただいてますよ。ナイス、最後の一発よく打った。あの角から。いいよいいよ。頑張ってもらうしかねえ。うん。こんだけやったし。頑張ってくれ。あ、いいよいいよ。飛ぶ。ナイス。でかい。でかでございますよ。なんか当たってないな。あら、うんね、
上かな、このミサイル、やっぱミサイルの索敵が強いのよ。さあ、おお、見えなかった、全然見えないそれ。ああ、いいよ、青インク忍者ね。いや、やっぱり右上飛んだけどな。さあ、右はやはり大事。関門差は1ですが、この関門は1関門目がかなり大事なんですよね。ナイス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 。この近距離は辛いぞ。あ、いや、うなず。ナイスだよ。直取れればチャンスあるね、かなり。さあ、ピッチャーを見届けまして。さあ、右前はあと5秒で、蜂が。さあ、橋が渡る。この下にね、いる。どうだ。ナイス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 。いるから、そこの裏。さあ、右上取ってくれてるけど。ナイスかな。あ、そうだ。ナイスですよ。さあ、見落ち。じゃあ、苦しいですが。あ、惜しい。ええ、そう。潜伏、きついな。まあ、潜伏はダメだね。潜伏はもう味弱いと思う。見つけてから。なんでー、さあ、どうだ。あらー。もったいねー、それ。一遍に倒すチャンスだったんですが。右茶か、右は隣に潜伏してる一人。あ、そこは、OK。さあ、いいですよ。塗ってくれ。ぬー、いやー、だはー、取らねえと。あ、降りちゃった。はい。いや、ここちょっと広すぎてむずいわ。ああ、なるほどね。うん、確かに、すぐ引けちゃうしね。うん、パンパンって当たった時に。やっぱもうちょっとこう、入り組んでなんかこう、こまごましたステージの方が、いい可能性がありますね。いや、ナイスファイト、ナイスファイト。はい、スメシーワールドにて、今日の週、よいしょしょ、さあ、今日の集大成を集中しますの試合。さあ、今回は、クラブラブラブラになっちゃいましたね。はい。お、相手はロング。そして、非戦。いますが、さあ、プレッサー相手は1枚ですね。こちらは0枚。右上がってきそうだ。お、見てますね。あはははクリアリングはやっぱ他の、ああ追いかけてきてた。他のブラストエールもいいですね。さあですが、あ、スタート。飛べねえな。ここは一旦頑張ってもらう。あ、でもアーマー行くつもりだ。ナイスナイス。イドラはこっから。これはお前。ナイスだよ。あれ、裏がどこ行った。さあ、これはいい関門突破。ナイスですね。直入れれれば勝てるんですよ。ナイス。第2カモン。これミスカメで変わっちゃう感じだ。ちょうどいい。あー、もったいない。 2枚外しちゃった。さあ、チョイス進め、チョイス進めを繰り返し、そして二落ちなので、ここは帰ったかと思いきや、後ろからトントコトン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 。あー、でもその後ろからも、で、やくそ。難しい。いいですよ、でも19、一撃19は大きいね。さあ、これです。ここからどうするかです。
よいしょ。やくそ。うん。オッケー。ナイス。ナイスカバー。ナイス。いい。あれ。バキのナレーターです。ナイスカバーである。さ。いるべのここ。ここいない。絶対いるよね。お、そう絶対いる。あれ、右行ったか。あ、右行ったのか。今ちょっと。上から上がってくるよ、ね。見ててもらって。うん、待って待って。ナイスだねー、ちゃんと。あーあー、相手のジェットスイーパーが。あら、まあまあ、でもこれは諦めでしょう。まあまあ、19に行った時にはいたね、まだ。そうでしょ、うん、全然いたでしょ。全然いた、うん。その後も結構いた。まあ、最近です。普通に回線落ちいいかもしれないですけど。まあでも俺は諦めだと思ってますよ、うん、ちゃんと。なんで逆逆、普通。普通は逆のことを言います。回数落ちたし、ああ、もう全力だ。いやー、ナイス。よし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 。まあまあ、これもしゃあないもん。いい初手を見せちゃったのもあるから。まあ確かに。いやね、諦めついたのもね。ついたから、ね、今日やめようと思ってたんだよ、スプラトゥーン。いいじゃないですか。はい。クラブラ楽しみでそう思いました。いや、まあ楽しいけどね。うん。あ、でも、なるほどね。はい、というわけで、はい、クラブラ、うん、使ってみましたけど、まあ、ネオでしたけど、はい、どうですか最終的に。いやー、弱いね、多分ね。武器の話ね、まあ、武器の話ね。わかってるわかってる。パワーの話ね、武器の。うん、その、うん、他と比べたらって。まあ、他のブラスター種に比べたら弱いなとやっぱ思うけど、うん、まあ、でも、なんか癖になる楽しさはある。うん、まあね、うん、やっぱり、1キルごとに歓声が上がるからね。うわ、ん、っていうのは。まあ逆に言ってたからそれ弱いっていうことだけど、うん、あれと同じ感じよ傘、はい、黒傘とか、あースパイガジェットね、スパイガジェット系の感じだよね、なんかね、無印みたいな、チク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 やって、いやそれ知らねんかいみたいな。徹底したら強いんじゃない、そのチクチク行動みたいな。まあ結構味方ありきだからね。まあね、確かに、うんうん、まあでもね、スペシャルとかサブの組み合わせは別に悪くないと思うんで、うん、はい、まあまあ好きな人はぜひその道を極めるというのもありということで。そうだね、クラブラが一番後ろみたいな構成ならいいかも、はい、ああ、なるほど、はいはいはい、後ろからこうカバーしに行くみたいな役割だけで良ければって、うん、ああ、なるほどなるほど、実は光栄クラブラということで、はい、うん、まあでもね、まあまあこういう楽しい武器をこれからも触ってみて、はい、はい、楽しんでください、はい、というわけでまたお会いしましょう、さよなら、はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。